おはようございます。今日はですね、2人のモーニングルーティンをお見せしたいと思います。私はお休みで、Kは夜までお仕事がないということで、今午後10時、いや、間違えた、午前10時、10時まで寝てました。念願のモーニングルーティンをご覧ください。起きてください。もう10時ですよ。なんなのこれ。モーニングルーティン。モーニングルーティン。モーニングルーティンって何の？ YouTube のモーニングルーティン。まだもうちょっと寝ます。もう10時です。寝たか？明るいから。もう10時です、外は。30分ぐらいもうちょっと寝かしてください。そしたらお付き合いがありますから。やめてください、この携帯を。いて。じゃあ私畑に水をやってきますので。はい。起きてください。畑に行ってください。朝起きたらまずはレモン水を飲みます。1日1杯レモン水を飲むっていうのを最近頑張ってて、1日1杯レモン水飲むとなんか脂肪燃焼とか、すごい痩せるのに効果的だから、K にも毎日飲ませたから、後で K に飲ます。トマトはトマトをね、収穫したいと思います。やばい、中が割れてるわ。たくさん取れます。起きなさい。もうダメですよ、寝すぎです。寝てないよ、何分も経ってないもん。もう30分経ちました。あと10分でいいです。起きてください。10分でいいです。10分お願いします。お願いします。起きてください。10分だけだってまだ約束の時間じゃないから。約束の時間ですもう。もう10分お願いします。起きてください。もう10分したら起きますから。もう10分だったら起きます。じゃあ、あと10分したら起こしに来ます。はい。それまでなんか目覚めたじゃん、もうほら、目覚めたよ。ああ。ねえ、怖い、変なコンパじゃないでください。いや。ただもう10分。もう多分10分経ってますよ。今からです。いなくなってから10分の話ですよ。なんでいなくならないとカウントされないの？はい。じゃあ消える。はい。で10分後に来てください。わかりました。起きてるじゃないですか。ねえ、起きてるじゃないですか。もう3分待ってください。すいません、起きてました。今見ました。私は寝てますから3分待って。私メガネかけて携帯いじってるの見ました。かけてませんし。おかしいです。モーニングルーティンを起こしちゃいけないんですよ。起こします。そんなの毎日やられてるの。毎日普通にやることがルーティンでしょ。起きてましたよ。起きてません。起きてました。もう3分後に起きますから。起きてましたよね。もう3分後に起きますから。で3分経ったら起こしに来ますよ。はい、消してください。すいません、起きてますよね。起きてますよね、どう考えても。起きてますよね。起きてます。もう2分ですよ。早いです。3分って言ったんですから。すいません。起きてますよね。寝てます。起きてますよね。寝てるじゃないですか。だって携帯いじってましたよね。今もう30秒ぐらいしか経ってないのに。あと1分ありますから。いやもうなんでそんな寝たふりするんですか。起きてますよね。あと1分ありますから、あっち行ってください。1分。じゃあ1分後に行きますよ。でも起きてますよね。寝てます。お前1分経ってますね。1分経ってませんから。1分経ってないから。なんかすごい顔がむくんでますけど。起きたらそんな感じになりますよ。何してるんですか。私ベッドにいないからおかしいと思って。モーニングルーティンっていうのは勝手にやることでしょ。目に目やにがついてますよ。目やについてるのもルーティンですから、自由にやらせてくださいよ。ルーティンなんですから。起きなさいとかいうのはルーティンじゃないでしょ。だって私いつも起きなさいって言うじゃん。あ、 K のモーニングルーティン耳かきでしょ、どうせ。はい、モーニングルーティンでしょ、これは。そうです。起きてすぐ耳かきをする。あれ、なんか顔が真ん中に盛り上がってきてますよ。どういうことですか。顔が真ん中に盛り上がってるって何ですか。はい、顔が真ん中にって何ですか。ここがむくんでるのかな。なんか顔色悪くない。Kなんかめっちゃ顔色綺麗だよ。昨日パックしたからだ。すっごい顔の色が綺麗。私だから汚い。あなた同じパックしてんでしょ。違うパック。なんで私だけ安いパックさせるの。なんでそんな小さい声でメガネって言ったの。今日は K のご飯をこれはうちで採れた大葉じゃん。すみません、邪魔なんですけど、これカメラが。すいません。すごいバターの量だね。絶対さ、うまいじゃん。だってさ、普通のトウモロコシにこのコーン入れたらさ、もっと高温みが増すね。おお、すごいコーンの量。すごい高温の量ご飯。うわ、いい匂い。絶対うまいね。これご飯にかけたいわ。わあ。ただのバターコーン。どうですか。はい、もううまいです。そりゃそうだ。私今味見させてみて。美味しいかどうかわからないからね。うん、うまっ、うまっ、うまいですよ。うん、みょうがも育ててるんだけど、みょうがだって誰でも育てられるって聞いたけど、みょうが一切生えてた。誰でも育てられない。そうみたい、私には。今日はそうめんコーンだね。これはもう薬味なんだよ。お好きにどうぞみたいな感じ。はい、なるほどね。これはうちで取れた、うちで取れた大葉です。白い斑点は肌身です。でも食べれます。でもやっぱさ、普通の大葉より色が薄いんだよね。もっと大葉ってさ、濃い緑じゃない。風。あとそうめんの、うん、ゆがき方、茹で方。はい。たまたまこの間、ラジオで、ABCD の、ABCD の河合くんが、沸騰したお湯に入れた瞬間、火を止めるっていうやり方をがいい。2人前でいいよ。2人前って3束ぐらいでしょ。いやいや。めっちゃ食えるよ、こんな。4ぐらい。いやいや、3でいい。入れた瞬間止めるの？へえ。で、1分。もういいの？1分だから。本当？そうめんを、そして作り置きの余り。せーの、いただきます。いただきまーす。うん、かわいしき。うん、うん、しっかりしてる。コシがベッとあるよ。こっちの方がうまい？普通の入れより。うん。コシがある。うん。どれどれ。うん。うん。でしょ？うん。こっちの方がいい。コシがある。言いました。コシがあるね。うん、山本家のおうがどう？うん。ちゃんと食べれるレベル。やったー。うんうん。めっちゃ普通の大葉じゃん。普通の大葉。一束が一人前だと思ったら、そうめんは大間違いです。じゃあ何人前？5束2人前みたいな。ぐらいのイメージです。おいしい。ほら、もうなくなっちゃった。早っ。え、3束 ?1 束なわけないから。1人前？でもパスタは1人前1束でしょ。まあ100グラム。そうめんは1束100じゃないの？はい。おいしい。もうないけど。終わっちゃった？なかったい？ん？もっと食べたい？そうね。おいしそうめんする？うん。おいしそうめん。だって食べれるでしょ。食べれる。だって私、ちょっとしか食べてないもん、いい時けど。私もちょっとしか食べてない。いやいや。比率で言うと、5分の4。そんなわけないよ。半々だよ。半々ではない。半々です、量的に。いいえ、半々ではないです。だって汁の色見たらわかるもん、つゆの。見てごらん、汁の量。あなたのがもう、見て。ほら。私の半分もないよ、汁。飲んだわ。は？飲んだ？そんなわけあるか。まあ、ヘルシーに我慢する？この量が。あなたがどうしてもって言うんなら。まあ。私はどうしてもじゃない。じゃあいいよ。K がどうしてもならいいけど。同じ気持ち。じゃあ私このカス食べる。タタンタタタンタタンタンタンタタンタタタンタタタタン。勝手に終わらせないでください。これ以上ないでしょ。野球が見たいの。え？昨日のやつ。え？途中から見たい。いいよ、じゃあ見て。私の携帯撮って。携帯撮って。もう